皆さんこんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌えです。今回はトラウデン直美さん。環境に配慮した商品ですが、発言が大炎上しちゃったよというのと、ファッション業界に流れるプロパガンダについてお送りしたいと思います。その前にチャンネル登録、そして通知設定ベルマーク、チーンとしてくださいね。 これ何かというと NHK の報道でトラウデン直美さんという21歳慶応学生の政治法学部政治学科の、えー、美人女子大生のモデルさんがですね、えー、自分はお買い物に行くときに、えー、店員さんにこれは環境に配慮した商品なんですかということで聞くことによって、えー、店側の意識を高めていい世界をつくっていけるんじゃないかということを発言したこところそれがなぜか大炎上してしまったと。 この結めんどくさい客って言われたら確かにそうだなと思うんですけど環境チンピラマンとまでね呼ばれてしまってて、えー、結構その、えー、炎上してしまったということがありましたでこれ男の人が見たら多分驚くと思うんですよあの。ファッション業界で従事しているモデルさんがねいきなりその,あのダボス会議で推進されているプロパガンダのテーマサステイナブルなあの 持続可能な、えー、成長ができるかどうかっていう SDGs に基づいたテーマの一つの環境問題にについいいててモデルさんんが言及するっていうねそれれ驚いたかもしれませんでも実はファッション業界って基本プロパガンダの,あの塊でそれはあの愛知とリエンナーレの時も話をしたんですがあの芸術って基本プロパガンダなんですよね。 芸術はなぜプロパガンダかというと文字情報を使わないシンボルですとか人を引きつける魅力のあるその物体映像美で、えー、メッセージを伝えていくメッセージなんだけれども言葉はいらないそのメッセージを伝えていくプロパガンダの道具としてはかなり優秀なので芸術界っていうのはプロパガンダにまみれてあふれています。しかも 芸術家っていうのはお金をなかなか生み出せない商売なのでパトロンの意向が非常に強いんですね。なので基本的にその芸術っていうのはより良いプロパガンダを生み出せる芸術家にお金が集まっていく構造になっています。で常にその芸術のパトロンとていうのは金持ち一部の、えー、支配者なんですよね。なので 芸術の世界でプロパガンダ流すのみたいな話はおかど違いで、芸術は基本プロパガンダ。誰がその芸術のスポンサーになっているのかということで、まあ、いろんな現象を読み解ける鍵になっていきます。で、今回のそのトラウデンさんの発言なんですが、ファッション業界今、あの、ダボス会議が推進する SDG というテーマがはびこってます。 <laughs> ちょっとびっくりでしょ。だからその最近あの防具の日本語版のね動画が流れているんですがそれ見てほしいんですけどモデルさんがですね最近の私のファッションのテーマはあのサステイナブル <laughs> とかってお店で なんかお,お洋服を買う時も「サステイナブル」という言葉をキーワードに買い物してますとか言ってルイ・ヴィトンに入るという謎の <laughs> 謎行動があるんですけれども多分サステイナブルとか言いながら「サステイナブルなファッションって何か君分かってるのかな私は全然意味分かんないよ」みたいな風に思うんですけどこれその。 環境に配慮した商品ですかとかね、えー、サステイナブルな商品ですかとか、この意味不明な言葉は、そうやって、こう、人にこう、謎のプロパガンダの言葉をこう、すり込んでいくことによって、あ、なんだろう、なんだかよくわからないけど、逆にそういうふうに言われたら、なんか、そういう意識しなきゃいけないのかな、というふうに、店員に思わせるというね、そういう作戦なんですよ。で、最近私も、あの、1年ほど前に、最近じゃないよ、1年前にね、あの、コートを買いに行った時に、 あのムートンとかねダウンジャケットっていうのはこれは今年でもう廃盤になるんで欲しかったら今買ってくださいっていうふうに言われないえどうしてですか?」って言ったらあの「我が社もサステイナブルという言葉をキーワードに成長戦略を書いているので今後はサステイナブルではない素材は使えないんです」っていうふうに言って。 って言われました <laughs> ということでファッション業界は結構そのサステイナブル環境に配慮されたとかいう言葉が流行ってるんですけれどもまあ果たしてそれファッション業界が非常にそのエコかと言われたら基本的にファッション業界エコじゃないんですよね。なんでファッション業界ってエコじゃないかっていうとあの私はあの昔はそのモデルの友達結構いたんですよ読者モデルやってる友達がね。それ読者モデルの友達なぜやってたかっていうと。 あの読者モデルって1回か2回服着たらもうこの服あの写真撮影使ってからもういらないから萌えちゃん買ってとか言って持ってくるのをあの5万円ぐらいのワンピースを1万円とかねで買ってたんですよ。で私そんなにおしゃれじゃないのでそういう買ったワンピースききおしゃれすぎて着れないみたいな服あるじゃないですか。 別にそのウエストがギュッとくびれてるわけじゃないので、そんなね、救急の服入んないし、みたいな感じで、ヤフーオークションでずっと転売してたんですけど、その転売がですね、結構1万円で買ったワンピースが2万とか3万で売れるので、結構儲かってたんで、私はずっとその読者モデルやってるような人たちの集まりのこう脇にですねこう、小判ザメのように控えていらない服買い取りますということをやっていました。それぐらい彼女らはですね、えー、服を何度も着ない。同じ服何度も着ない。<laughs> なので「君たちエコじゃないよねそもそも」みたいな <laughs> ふうに思うんですが、えー、この人たちなぜ s d g とかサステイナブル環境に配慮されているのかということを言わなきゃいけないかっていうとですねなぜファッション業界を言わせてるかっていうとファッション業界のスポンサーがそういう人たちなんですよね。えー、ファッション業界といえばハリウッドハリウッドといえばあの人たちですよね。あの あの人たちのお金で、えー、ハリウッドの世界で映画プロパガンダ映画が作られていると最近はそのグローバリストの力中国系の,あのお金がたくさん流れているのでその両者のそのプロパガンダを抜いた作品っていうのはなかなか出てこないです。でそ,のそのハリウッド女優たちに またその衣装を提供するのはデザイナーなんですけどデザイナーたちにそのプロパガンダの指針を与えているのは世界で一番何、えー、て言うの位の高いファッション雑誌「Vogue」なんですよね。で Vogue の,あの編集者アナ・ウィンターっていう人はですね、えー「プラダを着た悪魔」という映画でモデルになった人なんですけれども彼女はそのかなり前衛的な女性像モデルっていうのを求めていて そういう前衛的な女性像をこう描いてですね。それをあのファッション雑誌としてプロパガンダとして流しています。なので、防具の中ではまあサステイナブルなファッション <laughs> を求めてみます。みたいなことをモデルに言わせちゃったりしてるんですが、この防具？ 見てるとまあ結構ねおしゃれはおしゃれなんですけどまあ私たちが絶対その普段の生活で着ることはないし舞踏会に呼ばれることもないのでそんな服を着る日はやってこないだろうみたいな服がこういっぱい並んでってあの芸術としては非常にあの楽しめる雑誌なんですけれども普段の生活に取り入れることは絶対できません。でもねあのその「防具っていうのがやっぱりその。 女性像っていうのを描いてて、えー、前回のね、2016年のその大統領選でも女性大統領の誕生を掲げてですね、ヒラリー・クリントン推しとかやってるんですよね。でヒラリー・クリントンを推し強い女性像ね。 女性ってどういうふうにあるべきなんだっていうことをイメージで推しい、なのでだんだんその女性っていう女性像が、彼女らの女性像がね、えー、政治的発言をする女性がいいとか、あとはその強いメッセージ性を持ってるその女性がいいとかいうことで、まあ、あの、大阪直美さんを起用したりですね、まあ、いろんなこのプロパガンダを流しています。で、最近ファッション業界が、あの、どうひどいかというとですね、2、3年前はすごかったんですが、あの、 ユニクロから人民服スタイルの,あの服が発表され、セオリーですよね。日本人女性、結構高級系の OL が好きな。 ブランドで、セオリーというブランドがあるんですけど、セオリーからも人民服スタイルが発表され、プラだからもあの人民服スタイルが発表されてて、なんだなんだ、ファッション業界はついに人民服をしに来たかと私は思ったほどでした。ということで、皆さんあの、のファッション業界がですね、プロパガンダを流す、モデルさんがなんか環境に配慮した 服なんですかとかね。えー、サステイナブルなファッションなんですかと聞かれて、イラッとくるかもしれないんですけれども、それは彼女らの需要なので、まあ私たちはですね、こんにちは。これはウィグルロ奴隷労働に配慮された商品なんでしょうか中国の強制収容所で奴隷化された人々は使われていない商品ですよねということで、まあ私たちもその店員さんの意識を高めていくことができるかもしれません。ということで、えー、今日は ファッション業界に流れるプロパガンダという観点からお送りしました。じゃあねー。